よし、戻ってもう一度勝負。ん？アンタイトルが光ってる。司くんの思いが歌になろうとしているんだよ。歌は人の強い思いでできているんだ。だから本当の思いを見つけられると歌が生まれるんだよ。うん、これは司くんの中にあるショーでみんなを笑顔にしたいっていう思いの歌だよ。よーし、一緒に歌っちゃおう。いや、歌うってどう歌うんだ。この歌は最初から司くんの中にあった思いでできているんだ。だから思うままに歌えばいいんだよ。うん、でもこれは俺一人じゃできなかった歌だ。いや、あいつらの歌でもある。だからそのあいつらとも一緒に歌っていいか。うん、もちろんだよ。私たちも歌っていいの？うわーい、とっても楽しそう。うん、歌いたい。私も。司くんの思いの歌か。それはとても興味深いね。よし、歌うぞ。一緒だ。世界のキャストもトラウマ背負った怪物もいつかみんないなくなること知ってる。期限切れのチケット懸念レッドするハートビート。来年また来ようねって約束を果たせずにもうダメかも。それ How much?見てごらん、みんな。アンタイトルが歌になっていくよ。曲のタイトルが変わって。お、これはまた不思議な現象だね。タイトルが変わって世界はまだ始まってすらいない。世界はまだ始まってすらいない。あ、じゃあこれからたくさんのショーの世界ができてくってことかな。そういうことなのかもね。なら、ここからが僕たちの本当のショータイムってことかな。さて、
それならもう僕たちのステージに戻らないとね、司くん。ああ、ミク、カイト、一緒にショーをやってくれて、その、なんだ、本当にありがとう。どういたしまして。またいつでも来てほしいな。その時はもっとたくさんショーをやろう。絶対また来てね。待ってるよ。え、ワンダーステージが壊されちゃう。うん、みんな黙っててごめんなさい。でもそれは連休までに観客がたくさん来なければの話だよね。ああ、今の俺は、いや俺たちならこのステージを守れる。今日から連休の最終日まで毎日ショーをやって客を集めよう。私も諦めない。このステージから最高のショーを届けるぞ、みんな。よし、最終チェック。衣装、小道具、 OK。 音響と照明、それから各種装置、全て問題ないよ。観客は前の半分くらいだけど、それでも結構いるし、頑張る。ねえねえ、何かあったら俺も M もルイもいる。心配しないで思いっきりやれ。うん、よし、じゃあ M、 いつもの頼むぞ。いつもの？あれだあれ、いつもやってるだろうが。ああ、あれだね。じゃあ行くよ。みんな頑張ろう。ワンダホーイ、ワンダホーイ、ワンダーランズショータイム、公演スタートだ。ふっふっふ、私は魔王様のドラゴンのお世話係、エムム。王子なんてぺっちゃんこにしちゃうぞ。ここは私に任せなさい。ラーラーラー。私も眠くなってきちゃった。よくここまで来たな、王子。ボロボロになって勝ち目なんてないと分かっているだろう。どうしてそこまでして剣を振る？どうしてだと？そんなの決まってるだろう。世界中の人たちを笑顔にするためだ。本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。お客さん、みんな笑ってる。ありがとう、みんな。ありがとう、司くん。うん、これぐらい当然だ。なぜなら俺は未来のスターだからな。